藤丸です。今日もね、仮想通貨ニュースとチャートを見ていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産を増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、まずビットコインについては6万ドルを久しぶりに復帰してますね。はい、株価とかも結構ね、しっかり上げてて、ダウ平均とかも、ダウ平均なんかもう史上最高値かなり近いところまで反発してます。ナスダックもしっかり上げてるっていう状態で、まあ、全体的にリスクオンになっているのかなと思いますが、まあファンダ次第ですので、ちょっと後々の話を聞いてください。はい。あとね、大統領選の話がかなり盛り上がっているんですけども、カマラ・ハリスが大統領になった場合は、財務長官に今の SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長を指名する意向ということらしいんですよね。まあ、これはかなり仮想通貨業界にとってはもちろん悪いです。ゲンスラー委員長が SEC の、委員長だった間にね、仮想通貨系の企業ってもう手当たりめったりもかなり、訴訟を起こされてですね、アメリカで仮想通貨のビジネスやりにくい状態になっているので、まあ、カマラ・ハリスが勝ってしまうと仮想通貨業界にとってはかなり逆風になるということで間違いなさそうですね。で、一方でトランプが大統領になった場合は、イーロン・マスクをね、閣僚に入れるかっていう話とかも出ているんですよね。で、これはちょっと面白いなと思いましたね。はい。まあ、イーロン・マスクだったらクリプトにはね、かなり明るいので、クリプトにとってはやっぱりかなりいい政権に、ね、なりそうですよね。うん、仮想通貨を持ってる人とっては当然トランプが大統領になった方が有利ということなんですが、今の、まあ、支持率としては、まあ、かなり拮抗してるみたいですね。49対49っていうことで、かなり、いい勝負ということなので、どうなるか分かりません。はい、あとね、マイナーの売り圧っていうのが、まあ、だいぶね、投げ売りが終了したっていう話が出てて、ビットコインマイナーの動向についてクリプトカントが、まあ、レポート出してるんですけども、ネットワークハッシュレートが先週に過去最高を記録してます。採掘速度が過去最高ですね。はい、であとは、まあ、ビットコイン価格が過去最高値から 19% 下回る価格で取引されている時期にもハッシュレートの拡大は起きていましたと。はい、でマイナー幸福イベントが見られた可能性がありますよと。まあ、ここのね、ドカンと下がったところですよね。だから、まあマイナーが採算取れなくて、まあ投げ売りしたっていう場面が、まあ、この間ビットコインが4万9000ドルに暴落した際に見られるんですけども、まあ、その投げ売りももう終わってんじゃないかということですね。だから、まあ底打ち感が出ていますよということで、まあデータが出ております。はい、コインテレグラフの方にもコインポストの方にも同じようなね、ハッシュレートを見ると、ハッシュリボンがマイナーの投げ売り終了を示唆してますよって話が出ているので、まあ、マイナーの幸福による売り圧っていうのはもうだいぶなくなってきたのかなと思います。はい、あと金融市場全体の話でいくと、ガザの、ね、停戦交渉は難航してますが、その間にテルアビブで爆弾テロがあったりとかして、まあ、一時期リスクオフにはなっていますが、ビットコインについては、まあ、昨日はしっかり上げたっていう感じですね。はい。まあ、チャート見ると、マスク氏をトランプが、まあ、閣僚に起用するんじゃないかって話の後ぐらいからしっかり上げてきている状態ですね。はい。あとはそのガザの話でいうと、ブリンケン長官がイスラエルがアメリカの停戦案を受け入れたとかっていう発表がありますが、ハマス側にも今受け入れを求めている状態です。はい、ということで、まあ、ちょっとね、中東問題については若干停戦に向かっているのかなっていう感じで、まあ、株価とかね、ビットコインも反発できている状況ですよね。はい、じゃあビットコイン見ていきましょう。ビットコインがね、今6万1000ドルぐらいを推移しているところですね。はい、日足レベルで上のね、斜めのレジスタンスラインに、タッチしている状態で、かつ移動平均線 50MA に今当たってる状態ですね。だからちょっとここ上ね、重たくしやすいんですけど、まあ上に抜けたらもう一段高い価格、100MA がある6万4000ドル付近まで上げれそうですよね。はい、その辺はまあニュースがいいのが出ればっていう感じかなと思います。
で、このブレイクに失敗した場合はまたね、5万ドル台半ば、5万6000ドルぐらいまで下に叩き落とされる可能性があるので、ちょっと注意したいところですよね。はい、あとね、US ドルテザーの話で、レイヤー1ブロックチェーンのアプトスで US ドルテザーを発行するっていう話が出てきております。はい、アプトスはね、比較的新しいレイヤー1のブロックチェーンなんですけど、なかなか価格の方はね、上げきれていない状態がね、まあ続いていますが、まあレイヤー1のプロジェクトが結構価格しっかり上げてくるような相場になれば、アプトスの方もしっかり上げてくると思いますので、まあ持ってる人はそれを待つしかないのかなと、思います。アプトスのチャートこんな感じになっていますね。だからこれはやっぱり他のね、まあイーサ、ソラナ、カルダの XRP とかその辺がしっかり上げないとなかなか難しいのかなと思いますね。まあ大底圏張ってますよね。この間 4.6 ドルぐらいまで落ちて、今 6.2 ドルぐらいなんですけど、まあこれ以上は落ちないかなっていうところまで来てます。はい、ただまあ波打ってまた4ドルぐらいまで落ちて、波打って4ドルぐらいまで落ちてて繰り返しているので、やっぱりね、こう上がってきたとしてもね、20ドル弱ぐらいかな、18ドル19ドルぐらいでやっぱりかなり売られそうですよね。僕がアプトス持ってたらやっぱその辺で売りたいと思うようなチャートしてますよね。はい、じゃあイーサリアムです。2660ドルですね。まあ、こっちもあのボックスレンジを上に抜けられてない状態で、まあ、2800ドルの硬さがね現れていると思いますので、まあ、ビットコインが移動平均線をね上に抜けるようなことがあれば、こっちも上に上がってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ソラナ146ドルであんまり動きありません。まあ、三角形がまあ見慣れているという状態ですね。うん、まあ、他のコインはいいでしょう。はい、ちょっとまとめに入ろうと思うんですけども、マイナーのね、あの幸福が言った通り終了したっていうハッシュリボン の、 あのデータとかはすごく役に立って、まあ、ああいうことが分かると、まあ、この間のね、ビットコイン4万9000ドルのところがやっぱり底打ちだったのかなと思いますので、それより下に下がってくるってことは、まあ、ほぼないと見ています。はい。あとは、中東問題とか、あと利下げの話とかも出てますが、まあ、利下げについては 0.25% の利下げで、まあ、ほぼ確定なんじゃないかっていうのが、まあ、今の意見ですね。70何%かそっちを支持してます。残り20何パーセントが 0.5% っていう、ところになっていますね。はい。まあ、利下げが実際に行われてから株価とかビットコインもしっかり上に上がってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、もう8月もね、もう下旬になったわけなんですけど、まあ、9月は上昇に期待したいところですよね。はい。まあ、あとは11月までね、大統領選挙の動向っていうのはかなり相場に影響してくるかと思います。はい、あとキャンペーンとしては、バイビットが、新規登録とか入金でね、また6000円だの、500ドルだの、3万ドルだのって、もうらえるにいろいろキャンペーンやってますので、ぜひメイン口座にしてみてください。他の取引所も合わせて、概要欄にリンク載せておきます。あと最近サブチャンネルいろいろやってまして、藤間大学の方でも、最近のネットのね、トピックみたいなところを解説してますので、興味ある人は見てください。これもコメント欄にリンク置いときます。今日の動画が役に立ったって方は、チャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所、バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤間の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。